どうもちゃんです。どうもジョーです。遠足とかあるじゃないですか、小学校とか中学校って。あります。こんな言葉をね、耳にしたことありませんか？遠足のやつは300円までと。今の子はそんなことはないと思う。でも昔は、遠足のやつは300円までだよっていう言葉がね、あったんですよ。じゃあでも、もし本当に300円をきっちり守るなら、もう最強の300円は一体何だということで、第1回第1回遠足のおやつ300円選手権、それぞれもう最強の300円をね、用意してきたんで見てみましょう。という前に、僕はちょっと3セット用意してきたんで、300円のセットをそちらからね、見ていきましょう。じゃあまず、俺のセレクトした現代版300円をね、ご紹介いたします。ドン！いやもうこれがね、俺の現代版300円ですよ。これさ、ちょ待て待て、これはいじるな、これいじるな。じゃあなんつったね、これポッキーですよ。注目すべき点はなぜだって140円ってわけですよ。あまりにも高いじゃないですか、はい、でもなぜこちらをチョイスしたか、それには理由があります。こちらね、シェアハピできるんですよ。女の子とポッキーゲーム、そういうことじゃなくてね、みんなでシェアハピすることによって相手から何かしらお菓子がリバースでしてくる。実は140円だけども200円ぐらいの力を持ってる、そんなねお菓子でございます。これでちなみに290円です。みんなにこちらを渡すことにより自分の利益を得る最高の300円だと僕は思います。次、俺が選ぶ最強の300円はこちらです。バカかよ、あのね、知ってる？ボケてる、もうね、ボケてるから、後で画像ですけど、これやったーめんって言うんだけど、知ってる？これ好き、これ一番好き。まああの、すごいよね、300円でこんな量になるわけよ、やったーめん。じゃあちょっと先に当たり見つけた方が勝ちってゲームしようぜ。一回見ないで、で中身だけ一回食べよう。はい、いくよ、うん、せーの、ほい、はい、もう一回せよ、俺これ、はい、いくよ、うん、せーの、ほい、なんか当たってね、外れだ、俺外れだ、ふざけんなよ。やってまいりました、おふざけ終了して俺らの大本命ということで、多分ね、結構いいと思うこれ、出たよ、ほらね、ほら、ほら選ぶと思った俺、現代人なら絶対選ぶと思った、プチでも、持ってけないじゃん、何を袋でさ、なんだっけあのこれ、うわーやりそう、いちごチョコ、マジ女子気取ってるわこれ大好きなの絶対嘘でしょ。これいくら？64円くらいですね。あーまあまあ、ほら真ん中のシールあるじゃん、これで友達をおびき寄せるわけですよ。あれこのシールいらない、お前中学生でこんなシールに引っかかると思ってんのお前いやまあもうやべえよお前、これうわやると思ったほらね、これ大好き、ね、はい最後ポイフルこれマジ好き、ホイフルとか美味しくなくねこれマジで、美味しいから、これ好きなやつ気取ってるよマジで。だってネオちゃん食べてたから食べてみたら美しそうな、ほらほらさ、ほらねほらね、結局さ人に影響されてるだけでしょ、ホイフル食べてる私可愛いみたいな感じでしょUSJ のハリーポッターのところで買うよりはこんなの買った方がマシでしょ。まずいの入っててどうせ食わないのにさ、あんな置いてあったって臭いだけなんだよ。ネタでしょ、ネタでしょ、お前ネタでしょそれは、お前それはネタだからね、お前ネタだからさ、あの友達にこうあげてそれこそやって楽しむやつじゃん。もうなんかさ、あのさ、鼻うわこれ4つで324円だった。ピー300円超えてんじゃん、もう先生に通報だ、お前これも先生に言ってやるからお前マジで。まずまこのさ、面白コーラ、お前これ知らねえの？知ってるよ、知ってるっしょお前、これ飲んだことあるよ。え、これみんな知ってるこれ面白コーラ、炭酸ねえコーラ、これね、そこって言ってた、ここからじゃねえんだわこれ。これね、熟練した人たち、あの駄菓子マスターになってくるとね、ここから開けるんだわ、バカじゃねえ、いやほんはい、こちらビッグカツですね、これはもう言わずと知れた、もうねビッグカツそしてこちら人参です。あ、これ好き、これがうまい、ジンくんだ、これはもう人参抜けねえじゃんもうダメじゃねえ栽培できねえ、あ、もうそしてこちら、じゃあスーパービッグチョコ、これもう食べ応えがある、で50円、安い、もうこれがね今回のこの300円の中でメインになる。甘いものも食べた後はこれですよ、これ見てください、ジョン、
じゃあ。これじゃあ、餅太郎。これ10円でかね、これ。え、嘘だ。これ10円。コスパやばい。なんならこのやったやめんってこれ1個一緒だよ、ね。こっちこっち買った方がいい。こっちだろ？フライ、ポテトフライ。駄菓子のもう、駄菓子オブキングオブ駄菓子。そしてこちら、キャベツ太郎。これも美味しいですね、もう本当に。周りが歯にくっつけるんですね。そうですね。安いのに容量がある。合計で60。そして、ガツンとこちら。焼肉さんですよ。6年の頃の超食ってた。今思った。友達前で食ったら食ってわ。今一度知れたうまい棒、こちら。あ、これ知ってますか、これ。大好き大好き大好き。これロング中ですよ。これはもうバスの中でも食べるもの。これもバスの中で食べるもの。あ、一つ言っていいですか。遠足ガム禁止ですよ。ガムじゃないこれ。え、チューウィングキャンディーって部類だから。チューウィングキャンディーもダメなんですよ。ダメですよ、飴。あ、募集募集だよ。飴。飴？飴だよ。ロングチューだよね。はい、チューだよね。じゃあチューって何？チューは英語で、チューは英語で動詞で噛むって意味です。頭叩いてないんだ。そしてこちらカルパスです。そして最後レンジレンジ、こちらでテンション高めていきましょう。ガムです普通に。これ最後これで帰りのバスの中で当たりが出ればもうなおそうハッピーということでね。当たりが出たらそうハッピー。